忘れた頃にやってくるドラゴンクエストライバルズエース。どうも皆さん、お久しぶりでございます。ライバルズがサービス終了してから早1ヶ月経ちましたが、皆さん心の調子はどうでしょうか。ってことで今回はね、ライバルズやっていこうと思います。まあ、皆さんに安心してほしいのは、まあ、この時期にライバルズの動画を出している人はみんな頭がおかしいので大丈夫です。はい、皆さんがおかしいのではなく、ライバルズをこの時期に上げている人が頭がおかしいだけなので、そこは安心してください。ということで今回はこちらの僕が考えた最強デッキってことで、まあ、変化デッキだね。簡単に言えば、まあ、幸せの杖とか、あとは魔法のそろばん、美容室、あとなんだっけ、もう一個くらいあったと思うんだけど、なんだっけ、熊の巨人か、熊の巨人とか、そこら辺を使って変化をさせていくってデッキとなっております。で、まあ、使うカード、変化させるカードとしては、まあ、デスバキュームだったりだとか、まあ、コストが下がる系の、モンスターを使って、そいつを変化させることによってより強力なモンスターを出していくって感じだから、まあ、特になんか5ターン目くらいでもうなんか10コスくらいユニット出したりとかもまあできなくはないんで、まあ、そこら辺もかなり魅力的なデッキとなっております。それでは早速やっていきましょう。レッツラゴー。よし、やってこうこうこう。そしてカードはさ、幸せの杖、魔法のそろばん、エンタシスマンってことで、ここは汚しいゴーレム。んー、まあそんなに悪くないけど、まあちょっと幸せ系と相性がいいカードが少ないからちょっと微妙かなって感じもするけど、幸せの杖。まあ今回ね、ちょっとみんな動画時間見たらわかると思うんだけど、まあ、結構短めの動画、まあめちゃめちゃテンポよく進んで一気に勝てた動画だったと思うんだけど、まあ僕自体もね1ヶ月くらい前にこの動画撮ったからちょっと忘れがちな部分もあるんだけど、楽しくなってきましたね。さあ、魔法の聖水からの、ここは何する気だ。まあ、何する気だ、全然わかんない。魔法のそろばん装備とかかな。そっか、エンタシスマの効果を僕は完全に忘れていた。さすがに1ヶ月前。あ、ちなみにね、これもしかしたらワンチャンこの動画1ヶ月前にため撮りしたんじゃないかなって思われたら、ちょっと心外なんで言わせていただくと、これは1ヶ月前に試合だけ収録して声を取っているのは1ヶ月後の8月15日でございます。皆さんこんにちは。ってことで、私のできる美容院、これはいいね。ここはとりあえず攻撃して HP が減ったところでさらに変化をすることによって超強いと。素晴らしい。これは強いぞ。95、バケモンすぎる。96、97いかない。さあ、もう、3ターン目だっけ今。3ターン目して96はやばすぎる。いや、これが美容院デッキなわけよ。みんな見た？これがライバルズ。よく思い出して、ライバルズって、どんな、あれ、カードゲームだったかなって、ちょっと忘れがちな人もいると思うんで、一応言っておくと、こういうゲームです。さあ、小さなアイボール。まあ、ここでとりあえず、まあ、ウォールとか払えない限りは、もう9点ダメージ与えることは確定。で、まあ、ちょっとモンスターやられてないから、ダークドレマ使えないけど、9点与えて、魔法のソロバン、もう魔法のソロバン使って、変化か。あ、でもこれちょっと、安直すぎないか、危なくないか。危ないねえ。やったね、ルシエンタだっちゃったね。ただここでもう一回変化ができる、ワンチャンス。さあ、どうなる。あーん、どんどん弱くなってる。なんでどんどん弱くなって。ただみんな安心して、これさ、一見ちょっとヤバそうに見えるけど、もしもここでこの伝説の賢者が生存できたらどうなるかっていうと、これやばい、何コスだっけ、忘れちゃった。ただ確か次ブオーンとヘルクラッシャーの2択じゃなかったっけ。そうなったらマジでめちゃめちゃ強い。特にここでブオーンになったら熱すぎる。まあ、ヘルクラッシャーでもいい。さあ、どうなるかな。他にもいたらごめん、完全に忘れてそいつは、それはごめん。さあ、ダークドルル、うるる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 。さあ、ここでまずは一回ね、種族がやられたことによってコストが下がった。でダークドレもやっぱりね、安定で強いから、ここで確実に変えて、ここはあ、まあ、動かしていくか。ブオーンとヘルクラッシャーだとしてもその単語受けないから、ここはいいでしょう。さあ、ここでまずはカードを2枚ドロー、しかもダメージは受けなくなった。これがマジで強い。そして、あ、雲の巨人、あ、そうだよね、さすがに攻撃させてから、あれ、なんか動いてね、なんか緑になってる僕、なんだ、あ、でも、え、緑とか速攻ってこと、なんだ、あ、なんだ、なんかいたっけ、あ、お前いたわ。てか、もしかして、え、僕の勘違い、あれ違ったっけ、ヘルクラッシャーなんなかったっけ、え、ごめん、ちょっと間違いかもしれない。あー、その次でした。その次だった。ただその次にちゃんとなってくれてありがとう。僕の言いたいことをちゃんと分かってくれたね。さあ、これでブオーンがやられなければ僕の勝ち確定かな、これは。うん、ソロバン1点があるから、やばすぎる。クモツある、もしかしてクモツあったら終わる、クモツあったら終わるけど、まあやるか。いやないと信じよう。いや、なかったら勝ち確定、頼むぜ。さあ、ピサロナイトで
盤面はボール張ってるけど、もうこんなん何の問題もないからね。ブオンが相打ちでやられるくらいしか問題はない。さあ、聞くぬわ。さあ、ここでどうなるか、供物があるかどうか、ここに全てが OK。それでは行きましょうか。ファイナルターン。これがライバルズです。デスバキュームとかも使いたかったけど、まあ、古き良きね。古き良き変化デッキを使えたのかもしれない。それではここで相打ちになって1点で終わりにしようか。まさかのラストはソロバン攻撃。対戦ありがとうございました。それではまた数ヶ月後お会いしましょう。